どうもです。私はですね、今フランスのパリに来ております。先ほどまでね、あちらのですね、あのリッツパリにですね、あの宿泊しておりましたけれども、まあそれもですね、もう終わってしまってですね、まあ、これからまた一人寂しくね、旅行をしないといけないという感じでございます。まあ、それでね、明日ですね、パリを去る予定でございまして、しかも明日朝の早くフライトとかなんですよね。もう今日はですね、もうほとんどパリ滞在っていうのは終わりでありまして、もう空港ホテルに、すごい荷物が、お土産を買っちゃったからすごい多くなっちゃったんですけども、そうもうだからね、空港ホテルにですね、まあ、今日は泊まろうかなって、実はまだちょっとホテル予約してないんですけども思っております。それでね、まあ、パリもね、まあ、またね、今度来る機会があると思うんで、その時にちょっとじっくり見ようかなというふうに思ってるんですけれども、オペラ座のですね、近くなんですけれども、行きたいところがありまして、そこにですね、ちょっとスーツケースあるんですけど、ちょっと一回行ってからですね、空港に行きたいと思います。今はそちらの方ですね、オペラ座の方に向かっております。いや本当にリッツパリ、ぜひ皆さん泊まってみてください。おすすめですよ、ね、帰るのは嫌になるぐらいになりましたね。パリもね、そこそこテスラ多くてビビります。なんか前回来た時のなんか増えてるような気がする。タクシー、テスラタクシーも結構あるイメージです。ということで、ここがオペラ座ですね。あそこはオペラ座なんですけど、私が行きたいところはね、ちょっと離れてあそこら辺にあるみたいですね。私の行きたかったところはね、スターバックスなんですけども、ここですね、ちっちゃすぎてね、あっちまで歩いちゃいました、ないなと思ったらあそこでしたね、ではちょっと行きましょう。おお、すごい。アイスカフェラテプリーズ。アイスカフェラテ、ビッグワン、ビッグワン。ビゲストワン。ビゲストワン、your name? 小野田、ONODA。ONODA。Yes。Do you want anything else? That's all. Thank you.カードか。カード。こういうのですね。Thank you. Okay. Thank you. スタバのスタッフはもうあれですね、マスクつけないといけないんで、つけてますね。ホテルとかね、街中ではほとんどつけてる人いますけどね。雰囲気はね、めちゃめちゃいい、すごいですね。結構奥まであるんだ。ただ席がなさそうだな。結構パソコンしてる人が多いね。あそこはね、ちょっと座席取れなかったんです、まあ、ちょっと妥協してるっていうか、まだここだけあるだけありがたいっていうか、そうですね、あるだけありがたいですね、ここはね、以前から来てみたかったというか、 Google マップで星入れてたところ、それで、ね、そうリッツパリに泊まってる時、なんか星入れてるとこあるなっていろいろ見てたんですけど、あ、ここの店行ったなとかね、そうここのねスターバックスは行ったことなかったんですけども、星入れておりまして、というのも思い出したんですけども、スタバをこう世界巡ってる日本人の方も含めて、なんかベスト3みたいなのねなんか発表して、 Twitter で確かバズってたんですよね。その時にね、ここいいなと思って星入れたところで、その方がベスト3に入れてたところですね、まあ、それ日本人の方なんですけども、その海外の方もベスト3みたいなの発表してて、同じように世界のスターを回った人が、それの方もここに入れてたみたいな感じで、それだったら間違いないということで、ぜひ、まあ、パリ来た時に行こうとその時思って入れてたところですね。で外はね、全然ね、普通でね、普通のスタバみたいな感じで、多分これ知らなきゃ絶対入らないと思うんですけど、中はね、すごいオペラ店というだけあって、ね、オペラ座みたいな歴史ある雰囲気で、通われてる人が多いですね。ただ結構座席がね、もうずっとパソコンされてる人とかいて、まあ、私もね、結構ね、カフェでパソコンとかしてる時もあるんで、あんまりね、それは強くは言えないんですけども、結構いたりとかして、なかなか、ね、座れなかったりするので、まあね、朝早くとか夜遅くとか行くのはいいかもしれないですね、ここはとりあえずね、座れてよかったです。久々スタバもいつぶりぐらいだろうな、もうアメリカから飲んでないじゃないかな、どっか行ったっけ、あ、パナマで行ったかな、
でも久々に飲んだ気がする。このねカフェラテちょっと薄いですけども、うん、あの美味しいです。これちょっと飲んだあの空港に行こうかなというふうに思います。ここに来れてよかったです。それでパリの空港ホテルをですねちょっと今探してるんですけれども、シャルル・ド・ゴール空港ですね、うん、いろいろね2つ候補があってね、モクシーかシラトンかあとヨーテルエアーかな、ここら辺なんですけれども、本当に今日はね別に泊まれればいいんで、もうね夜今ですねあのこんな感じですね、時間帯もね、ただねちょっとねモクシーがねちょっと離れた場所にあるっていうのと、前回まあねコペンハーゲンでも泊まったんで、帰るためにシェラトンにしようかなと思っています、うん、ちょっともったいないんですけどね、シェラトンもねこんな感じの時間帯に行くのはね、うん、シェラトンはねあの結構いい場所にあって、もう空港内って感じで、うん、行く時も確かなんか入り口見つけたんですよね、うん、でまあ明日ね、まあ、フライト遅れても行けないということもありますんでね、おとなしくもうシェラトンにしようかと思います。予約しました。じゃあチェックインしましょう。よし、チェックイン完了。飛行機が見る部屋もあるみたいな、ちょっとそれも楽しみですね。今からですね、まあ、空港に向かいます、まあ、行き来た時と一緒のルートですね、うん、空港バスがあったんでね、うん、もうこれで行こうかと思います。ちょっと高いですけど、日本語も書いてある、行けるのかな。ありかもしれない、何事も経験ですね。すぐ乗れてよかった。乗せとこうか、そこに荷物。他にもお客さん来るかもしれない。連結バスで空港まで行くと新鮮ですね。これをパリで運転するのは大変そうだけどな、すごいね、運転しろ、絶対ぶつかるわ自分が。あ、この前来たことかな。後ろのね、あの女性の方がずっと電話をしてて気になったと、後ろはちょっと移動してたという感じになります。結構渋滞ですね。これなら電車の方が良かったかも。でもまあノンストップで行ってくれば楽っちゃうんです。いきなり止まったんで慌てて降ります。あの
アポートホテルです。あそこはですね、多分シェラトンと思います。どこか書いてないね。空港来るとね、なんか飛行機乗りたくなっちゃいますね。でね、飛行機乗るのは明日です。Ah, yeah. Do you speak English? Yeah. Can you do a help for me, please? Because I lose my plane, my laptop, passport, everything. Sorry. No. Yeah. No.おじさんにね、話しかけられたんですけども、パスポートとかお金とか全部なくなったからなんかね、お金貸してくれみたいな感じだったんですけども、ちょっとごめんなさい、本当かもしれないですけども、ちょっと怪しいなって思ったんで、ごめんなさい、断りました。なんかあっさり引いたんというか、多分嘘じゃないかな、わかんないけどね、本当だったらごめんなさい、スルーしちゃいました。ここですね。場所めっちゃいいよ。もう鉄道の駅からすぐそこなんで、シェラトンなんで決してね、お安くはないですけれども、絶対間違いない空港ホテルですね。では今からチェックインします。Check in, please. Yes. Thank you. Welcome at the hotel, Mr. Onoda. Local gift is honey from Paris. Okay. So local gift, please. Okay. Yep, no problem. You. Okay. Thank you so this much. This is for you. Have a good evening, thank Mr. Onoda. Thank you. Bye. Check in できました。結構ね、マリオットの場合ね、優先的ななんかね、レーンとか会員用のあったりしますけども、大体スタッフがもうおらずに、結局はあんまり機能してないみたいなパターンが多いですね。航空会社はね、ちゃんとね、機能してたりするんですけど、438ということで、一番、あれですね、高いとこ、サウナもあったりするんだ。そう、こちらはね、クラブラウンジャーっていうのはね、インターネットで検索したブログ書いている方がいらっしゃって、ね、そういった情報は非常にですね、ありがたいんですけども、残念ながらですね、今閉まってるということで、どこも閉まってるよね、ラウンジね、開けてくれないね。日本はなんかすごいよね、ほとんど開いてないってことないもんね、ラウンジはね。その分無料ドリンクチケットはもらったんで、はい、2枚、それで我慢してねって感じですね。438、こんな感じ、吹き抜けみたいな。いいですね、空港ホテルって感じがして、ここだけは静けさがありますけど、あそこは、ね、たくさんの人が行き交ってますけど、438はどこだい、こっちね。よし、じゃあ開きましょう。いい感じな気がする。今回泊まるお部屋はこれなんだろう、この、これはこんな感じでね、いろいろ冷蔵庫とかあるといいので、はい、このようなですね、お部屋になっておりまして、やっぱ空港ホテルということで、ちょっとなんか遊び心ありますね。スイスイやって感じだね。テレビはすごい大きいですね。そしてなんといってもこの大きい窓、そして見えるターミナルということで、こっからだと、さっき見えたやつね、エアオーストラル、どこの航空会社初めて来たの、ちょっとね、暗くてあんまり見えないかもしれないですけども、ちゃんと駐機場も見えるって感じですね。はい、ね、このようなお部屋となっております。だいたいここの3万ちょっとぐらいするようなところで、パリなんでね、
パリでシェラトンといえば、まあ、これぐらいしても、まあ、しかも空港でめちゃめちゃ場所のいいところなんで、モクシーぐらいまで行ったらだいたい半額ぐらいになってたんですけどね。ただちょっとね場所がねなんか遠いかなと思って、明日寝坊したら困るなと思って、うん、寝坊してね乗りを過ごしたらね、もうそれ以上の大損害ですかね、シェラトンにしてしましたけど、大正解です。場所はめちゃめちゃいいんで。おお、バスタブもありますね。バスタブあるのすごいな、うん、ホテルで、ね、アメニティも、お、珍しくヒゲ剃りだけがある、うん、歯ブラシはないけどね、うん、ヒゲ剃りはある。でも、うん、ということでこんな感じになっております。ここにね、あの一泊しますので、とりあえずはパリ市内からやってきたということで、ちょっとここでもう今日はゆっくりしましょうか。うわあ、うわあ、腹やばいね、こっからこの角度。でもそんな太ってないと思いますよ。太ってる？忘れてましたけど、チェックインの時に謎にあのパリ製の蜂蜜をいただきました。うん、ポイントかローカルギフトかということで、はい、ローカルギフト選びました。ちょっとまた瓶が増えましたけども、お土産にはなりそうなんで良かったです。はい。今20時15分。まあでもリッツパリでゆっくりね、まあいろいろね、あのいただいて、まあスタバ飲みましたけども、朝ごはんはしっかり食べたんですけども、それ以降はちゃんとまあスイーツとか食べたんですけども、うん、食べてなかったな、ちゃんとな、腹減った。外に出てきましたけども、ここのあれですね、シアトンに関してはこんな感じで細い、なんて言いますか、船型になってるんですかね、うん、クルーズ船みたい、うん、すごい多分こだわりを持ってあの作ったと思うんですけど、結構でも部屋はね、あの古い感じで、ランケーブルもあっても挿してもあの全然なんかうまくいかなかったりとか、設備自体はちょっと古さを感じますね、うん。ルームサービスもねあったんですけど、ホテルのルームサービスはねリッツパリでたくさんまあねいただきすぎたということで、普段自分がもう食べてるようなね、なんか普通のやつ買いたいですね。まあ、空港であればファストフードとかもあると思うんで、こう空港ホテルってね、あのなんか空港の名前がついててもね、あのそこからシャトルバスに乗らないといけなかった、下手したらね空港の名前ついてるけどシャトルバスもないみたいなところも結構あったりするんでね、あの気をつけてください。私は、ね、ロンドン行った時に2年前ぐらいね、ホリデーインかなんか取ったら、もうウーバーでしか行けないような感じのところで、ね、すごい面倒くさかったっていうところがあったりしたんで。ということで、そこでラウンジの代わりにドリンク2杯無料ということで、ここは朝食会場ですね。晩ご飯も食べてる方がいらっしゃいますね。意外とでもなんか24時間やってるイメージですけど、店とかももう閉まっちゃってるんですね。やってる店がそもそも少ない問題がありますが、ここしかないな、本当に。あの言い訳ではないですよ。もう周り見ても本当に全然飲食店も意外となくて、我らが M ドナルドしかない、食これ仕方ないな。じゃあいただきましょうか。タッチパネルはね、日本人だよ、この時点怪しいですけど日本人。テイクアウト、例えば前もフランスで食べたな、マクドナルドな、最低だな本当に。もっと他に食べるものあるだろうって話ですけど、これなんかすごいね、なんかポテトが多いのかな、タッチパネルの機器があるんで、これなんだろう、ちょっと変わったやつあるね、マキシベストオブ280オリジナル、これです。あ、これはでも L サイズなんだ、まあちょっと選びます。Thank you.
よし、ああ、なんか疲れたね、リッツパリでもゆっくりしたはずなんですけども、なんだかんだ言ってなんかやっぱり自分の合わないところにいたら疲れるんですかね。今日もう早く10時ぐらい寝ちゃうかも、もうストローがねないですね、なんかスタバみたいにコーラちょっといただきますけれども、これで 9.9 ユーロでした。1300円、高いね。いただきます。牛丼も食べたいですね。牛丼空港で食べたいね。日本の帰ってきた時に牛丼がね、アジアはねありますけども、牛丼屋はヨーロッパとかはでないですもんね。吉野家とか、ね、中国とかに吉野家あったりするんですけども、やっぱりウケないんですかね、あれはね。美味しいのにね、牛丼ね。ダメなのかな、まあでもラーメンはね、あの海外にはよくあるんで、チェーン店とは限らないですけど、まあパリはね、プードとかあったりしますけど、あの別にチェーンじゃなくても大体美味しいんで、ね、あれはね、あるだけパワーアップできたりするんで、それでね、なんか食欲がないときも嬉しいですね。今日はですね、3月17日ですね。はい。私もですね、海外でもう1ヶ月ちょっとぐらい。まあでも1ヶ月ちょっとか、ここに至るという感じなんですけれども。まあ、前回のファーストクラス世界一周は1ヶ月だったんで、妻と一緒に行ったやつはね、結構だから、ね、あれはビンビン飛んでたんだなって思いますし、昨年の夏のコロナ禍になってから初めての海外に関してはですね、3ヶ月ぐらい。あれは長かったですね、そう考えるとね。3ヶ月も何してたんだって話ですね、今思えばね。そんな感じでいろいろやってるんですけども、まあ次の、はい、あのフライトなんですけども、ちょっとここでね、あのご紹介をですね、まあ、あのしようかと思います。次どこに行くのか、ぜひちょっとまた皆さん、ね、予想していただければと思いますけれども、まあ、だから残りおさらいしとくと、3区間もう13区間は飛んだんで、そのうち2回は空港乗り継ぎで、あの残り3区間となっております。ここのパリから、まあ、スターアライアンスで3区間で日本に帰らないといけないという感じなので、もうこのね、世界一周航空券旅っていうのもかなりもう終盤に入ってるんですよね。リッツパリにもですね、泊まってですね、まあ結構でも面白い、ね、旅行が自分で言うのもなんですけども、できてるんじゃないかなっていうところはですね、正直思ってたりもしますけども、どうですか、どこかなんか面白かったらぜひね、あの行っていただきたいんですけども、もう一個行きたいところが、実はですね、できました。実はね、私は出発する前に関しては、その国に関しては、隔離が必要だったんですけれども、なんとですね、私が旅行してからですね、そのね、隔離っていうのがなくなったんで、航空券のルートをですね、変更してですね、そちらの国に伺うという感じなんですけども、まあ、これだけじゃわかんないですよね。それでね、多分、皆さんが国をですね、まあ、聞いたら、多分、反応はいいと思います。そこ行くのちょっと動画楽しみだなみたいな、正直僕が言うのもあんなんですけど、エジプトではないです、ちなみに。はい、でもある意味エジプトとちょっと似てるかもしれないです。遠くから見れば、まあ全然地理的には全然違うんですけど、次行くところなんですけれども、いや、ちょっと食べようか。よし、なるほど。まあね、スターアライアンス、スターアライアンスですと、次行くところ、それがヒントですね。フラッグキャリアがスターアライアンスの国です、だからここからもう直行便に行くんですよね。もうでもここから日本に向けて飛び立つ時のスターアライアンス直行便の国っていうのめちゃめちゃ限られてると思うんですけども、まだね、実はね、私乗ったことないかもしれないですね、乗ったことない、ということで、次はですね、インドです。インドです。久々にですね、3年ぶり4年ぶりインドにですね、伺う予定でございます。明日ですね、インドのフラッグキャリアとエアインディアですよ。エアインディア、ね、皆さん乗ったことありますか。あれはスターアライアンスなんですよね。私はですね、明日パリからエアインディアに乗ってですね、首都のデリーにですね、向かう予定でございます。インドはですね、最近まで隔離ありだったんですけども、実は今はもう隔離なしで、観光客もですね、受け入れている状況なんですよね。まあ、それが、ね、私の渡航中に、そういうふうなルールになったので、航空券変更してですね、インドに向かうという感じでございます。久々のインドですね、前回はね、白井さんと行きましたけれども、果たして今ね、どんな感じになっているのか、それをですね、ちょっとね、見に行きたいなというふうに思っています。
腹壊さないように、はい、行きたいですね。エアインディアもね、しかもやっぱりビジネスクラスなんでね、結構まあフライト長くて、ここのパリからだと7時間ぐらいになるのかな。あとでそれは食べてから見ましょう。ぜひ楽しみにしていただければと思います。ではゆっくりマックいただきます。まあ、インドにもマックあるんですけどね。14フライト目に関してはですね、この14フライトは空港移動の肉感も含めるというですね、感じなんですけれども、明日ね、パリからデリーということで7時間45分のフライトで、エアインディアの IA142 便ですね、はい、こちらなんですが、ビジネス OK ということでですね、はい、こちらにですね、乗る予定でございます。同じ時間のやつですね、エコノミーだと3万7千とかね、結構ビスタラとかね、インド系の大手アライアンスには加盟してないですけども、まあ、航空会社とかも出てたりとか、8時間のフライトででもエコノミー4万と結構良心的ですね。このビジネスもそんなには高くないですね。24万円とかね、それぐらいなんで、8時間のフライトの割にはね、うん、ANA のね、羽田、東京、ロサンゼルスとかとそんな変わんないんですけどね、フライト時間そんなにね、それは多分もっとすると思うんですけど、エールフランスになるとだいぶ値段は高くなりますね。エアインディアは気になってたんで、うん、どんな感じか、インド航空会社、まあ、それ8時間のフライトなんでね、まあ、結構さ、サービスもね、きっちり受けれると思うんで楽しみです。でインドに関してはね、あまりですね、日本人の方でもですね、まだ観光で行ってる方っていうのはほぼいなくて、うん、ちょっと心配ではあるんですけれども、インドはね、ビザがまず必要なんですね。前回行った時に関してはですね、空港でビザを取りましたけれども、今それ中止になってます。僕はよく調べたなと思いますけど、最初それで行こうと思ってたんですけど、中止になって途中で気づいて、やばいと思ったんですけども、e ビザっていうのがですね、ありまして、それに関してはですね、事前にですね、オンラインで申請して承認をもらうことによって、まあ、現地でビザがもらえるみたいなね、やつが、またなんかね、アライバルビザとは違うんですけども、それはね、もう観光向けにもですね、再開しておりまして、承認はですね、もらっております。うん。なので、おそらく問題なくいけると思いますし、あと PCR 検査ですね、それもですね、忘れてましたけど、それも陰性でした。それもリッツパリに滞在の時にですね、もうすでに当日の夕方に来てたんですけども、いただいておりますのでね、その二つがあれば、ワクチンパスポートはわかんないな。まあでもね、持ってるんで、二つがあればですね、間違いなくいけると思うんで、多分乗れると思います。大丈夫かな？明日10時50分のフライトなんで、8時、まあ3時間前に行くとしたら7時50分にですね、もうカウンターには並びたいなっていう感じになりますんでね。今日はゆっくり寝ましょうかね。はい。ちなみに、もう夜のシャルル・ド・ゴール空港は真っ暗で、飛行機もいませんね。今は24時間ではないみたいです。今日はもう寝ようかと思います。明日、まあインドに行くということで、機内食はカレーもあるだろうね、あるだよね、うん、ということでカレーもね、久しく食べてないんで楽しみですね。まあ明日乗り遅れないように、まあここのシアトルめちゃめちゃね、場所はいいんでね、起きてもう出発してない限りは飛行機が。まあなんとかなると思うんで。まあ朝食も食べたいんでね。なんか朝食も全員、なんかここの宿泊はもう含まれてるみたいなんで。6時半からやってるって言ってたんでね。6時半、起きれるかな？うん。今は11時ぐらいなんですけど。では皆さん、今日はベッド、まあ夢の中にということで。はい。もうね、リッツはもう素晴らしすぎましたけど、こちらもシラトンですからね。では皆さん、おやすみなさいませ。ほっ！おはようございます。今ですね、朝の6時40分とかでございます。一応ね、起きることができました。アラーム10個ぐらいで、ね、設定してたんで、4個目ぐらいで多分起きました、うん、朝食を食べに行きたいと思います。では行きましょう。さすがに6時とかなんで、ちょっとしあれですね、人が少ないということありますね、空港は。4, 3, 8. Your breakfast include, serve yourself, everything on the room. Uh-huh. Okay, thank you. Okay.
なるほど。症状感はこんな感じでピックアップします。結構充実してね、いい感じでした、うん、結構ぐっすり寝ましたね、うん、サーモン大きいな、うん、8時ぐらいになると結構混むと思うんですよね。このスペースはさばけないんじゃないかな。客室も結構多いと思いますよ。3時間前が7時50分なんで、今6時50分とかなんで、ちょっと早く起きすぎだなと思いましたね。でもまあ余裕があるぐらいがちょうどいいですね。ゆっくりいただきます。美味しいです。部屋に戻ってきましたけども、サウディアとセネガル航空なのかな、うん、結構アフリカのね、航空会社まだ乗ったことないどころか知らない航空会社もたくさんね、ありますけども、やっぱりフランスからは結構アフリカ便も充実してるようですね。今からですね、パッキング、まあね、昨日夜来たんで別にそんな大して荷物は広げてないんですけども、パッキングしてですね、チェックアウトしようかと思います。もう39分なんで、あと10分ぐらいで3時間前ですね、出発は。ちょうどいい感じです。はい、まあなんだかんだ言ってね、安心感半端なかったです。ターミナル内に、ね、あるホテルなんで。よし、じゃあチェックアウト。よっと、無事ですね、チェックアウトして、まあ少なくとも飛行機ね、乗り遅れることはなさそうです。無事でも乗れるかな、エアインディア。次はですね、まあ、エアインディアに乗った動画になると思いますので、ぜひ、ね、楽しみにしていただければと思います。とりあえずここでですね、ちょっと一旦、まあ、パリ編ということで、まあ、リッツホテルね、すごい楽しく滞在させていただいて、まあ、2泊しかしてないんですけども、本当に長くね、感じたこのパリ滞在でございました。またパリが来たいですね。もしね、シャルル・ド・ゴール空港で飛行機乗り継ぎとか遅い時間早い時間の出発とか到着とかであれば、ぜひシェラトンホテルもね、検討してみてください。ちょっと古いですけどね、やっぱ場所がいいんでおすすめです。まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また世界一周航空券旅もカウントダウンに入ってるんですけども、楽しみにしていただければと思います。バイバイ。